こんにちは、ヘアメイクのジョージです。今回も、ボーチの連載ジョージ365が始まりました。よろしくお願いします。今回のゲストは松本愛ちゃんです。よろしくお願いします。今回のテーマなんですが、皆さんも、たくさんブラウンシャドウを持っていると思うんですが、脱グラデーションレイヤード今っぽ塗りを紹介していきたいと思います。お願いします。ちなみにですね、今愛ちゃんには、はい、グラデーションのアイメイクをもうすでにしてあります。大人気のルナソルのアイカラーレーション07番のダージリンキャラメルを今ね、愛ちゃんに塗ってるんですけど、かわいいよね。かわいいです。ルナソルの、装置した感じはこんな感じで、光沢感もでツヤもあって、やっぱりもう綺麗だなっていう感じなんですけれども、今愛ちゃんが塗ってるのは、まあ、グラデーションにしているので、はい、オレンジカラーを塗った後に締め色のメインカラーで、最後に目の際のところにしっかり締め色をつけて、で上にこうハイライトと目の下にも少しツヤっとしたハイライトカラーを塗っています。はい、どうしてもグラデーションって盛りすぎちゃうんですね。はい、ちょっとくすみがちになってしまうのを、濃い色から塗ることによって明るさを出してあげるっていう塗り方にすると、より今時っぽくなるので。このグラデーション塗りでもすごく私可愛いなって思ってるんですけれども、さらに今っぽく、はい、重ねて塗るっていうのがレイヤードなんだけど、はい、重ねると今この使ってるパレットがより今っぽい、トレンドっぽく色の発色が変わってくるので、それをぜひ皆さんにもやってもらいたいなと思って、愛ちゃんにも挑戦してもらおうかなと思っています。はい、頑張ります。皆さんもこういったなんかピンクベージュの、ブラウンだったりとか、例えばこういうベージュ系のブラウンとか、これはちょっとオレンジベージュブラウンみたいな形の、アイシャドウ一つはね持ってるんじゃないかなと思うんですけど、はい、これをグラデーションにするのが、基本のやり方だとしたら、これをレイヤードさせて重ねて塗ることでまた違った感じのアイシャドウの色が出るので、そうするとこう今まで持ってたアイシャドウもさらに進化して使うことができるので、今回は愛ちゃんにレイヤード塗りをやってもらいたいと思います。はい、じゃあ早速愛ちゃんにトライしていただきたいと思います。お願いします。難しくないから、はい、今ね、右側だけ、メイクの方ですね、落としたので、こっちが素の、目になっているので、使っていきたいと思うんですけど、はい、まずですね、レイヤードをさせたいので、普通だとメイン色とかね、ツヤっぽいのから入れるんですが、下がね一番濃いんだけど、これを際に先に入れます。はい、今ちょっと楽しみです。細いチップで、はい、太いちょっとアイラインを引くような感じでつけてて、チップを、ね、横にするような感じでこうふーっと目頭側からスーッと、今アイラインを薄く引いてるので、アイラインの横ぐらいまで引いてみてください。 OK、 そうすると先にアイラインみたいな感じで引いた感じになります。その上に今度はちっちゃいブラシ、それが結構しっかり色がつくから、軽く今のラインを引いた上にスッスッスッぐらい、うん、タンタンタンってなじませて、いつもだったらこうやって塗るところをこうですね。そう、アイラインの上に乗せたいので、そのまます上に重ねてください。でそんなに上に行かないぐらい、そのブラシ分くらいを3回からスースーって、はい、OK、 すごい、これだけでもう全然印象が違います。そうなんです、目を開けた時に、はい、みんな目の際にちゃんと色が乗ってないことがすごく多いんですよ。この際に先に濃いのを塗るとしっかり発色がちゃんと出て奥行きのある目になるんです。次は、オレンジブラウンをスンスンスンぐらい、さっき縦にしたんですけど、今度は横にして黒目のところからワイパーにつけます。で、あまり上に行き過ぎない、重ねるだけだ、はい、そうするとオレンジブラウンが綺麗に発色していますね。どうですか？あ、すごい。こっちの目だともうちょっとブラウン味が強く感じるんですけど、うん、こっちの方がオレンジがしっかり出てるように感じました。そうなんです。
結構上までオレンジを広げてしまうと結構人によっては腫れぼったく見えてしまったりとか、先に薄い色を広くのせてしまうと目のこうくぼみが今度できてしまったりとかするので、なるべく奥行きがあるように濃いものから明るいものを重ねることでこう目がグイッと入るので、いっぱい塗らなくても目力が出るメイクののせ方になります。なるほど。下もねしっかり入れていきたいので、はい、一番明るいのをチップの太いのでやってほしいんです。軽く吸うぐらい、軽く吸うと取って、うん、で涙袋を作る感じなので太めで全然 OK です。はい、目頭側から真ん中だけのせてスッと抜いてほしい。ここまで塗って抜く。あ、そうですそうです、はい、でちょっと光沢感があるぐらいがいいので、そしたら今度チップの反対側、オレンジ側をひっくり返して使います。これも同じぐらい、同じぐらい目尻側からスッと入れます。今度は横に重ねてきます。でクロスする感じですね、はい、で2回やろうかな、目尻の方は OK です。はい、そしたら終わりです。じゃあ愛ちゃんどうですか、はい、ちゃんとしっかり発色もあって下まぶたとかもすごく自然ですね。すごい、自分で見ても全く違って、こっちの方が茶色い印象が強くて、こっちの方がよりちょっとなんか明るくちょっとオレンジっぽさも出てすごく今風な感じなのと、この二重幅よりもこうちょっとオーバー気味に塗りがちだったので、うん、この全部の色をだいたい同じ幅で塗るっていうのがすごく私の中で新鮮で、これからぜひチャレンジしていきたいなと思いました。嬉しいです。あの濃い色から塗ることによって明るさを出してあげるっていう塗り方にするとより今時っぽくなるので、同じアイシャドウなのにあの右と、ね、左と全然多分見え方が違うと思います。同じ、ね、アイシャドウパレットでもこの脱グラデーションをしてぜひ皆さんもトライしてみてください。この動画がいいなと思う人はいいねボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。Thank you.